こんにちは、にじこです。ちょっとまるまる2日ぶりでございます。もうちょっとね、ひどい頭痛に見舞われて、もうまるまる寝込んでおりました、2日間。まあそれは後ほどということで。いや、もう風さんのフリーライブから1年、これ話したくて仕方がなかった。ねえ、ちょっと1日遅れちゃいましたけども、フリーライブから1年、本当に風さんね、なんかおめでとうございます言いたくなっちゃいます。もう本当にね、もう寝っ転がりながらちょっとね、聞くことも見ることもできない状態だったんで、昨日の夜中にやっと元気になって、夜中にちょっと思わず我慢できず見てしまったんですけども、本当にもう私の日記にもね、1年前の日記にも、もうこの時のことがもう願掛けから、前日の願掛けから当日の興奮やら書いてあって、もうああそうだったなと思って、ちょっと1年前のね、興奮した前日と当日の配信、よかったら概要欄に貼ってあるのではい、ご興味ある方聞いてみてください。まあ泣きながら話してます、恥ずかしいけど。で、前日はもうやたら暑苦しく祈って、てるてる坊主を作る私が映ってますけどはい、でね、もうね、どっから話していいやら、本当に前代未聞の伝説のフリーライブでしたよね。もうスタジアムでやる、しかもその無観客でやるっていうね、もうそれもすごいし、そしてこのね、 T シャツにGパンに何 B さんにっていう、このラフなスタイルにもみんなびっくりしたと思うし、でもやっぱり風さんのテーマがやっぱりリラックスするっていう、ほっとする、そういうね、テーマがあったから、裏テーマがだからだよね。本当に本当にびっくりした。で、なんかコメント欄もね、すごいほっとできる、安心できるって、あ、休んでいいんだってほっとしたみたいなね、そんなコメントもあってね、なんか大きくこうお客さん目には見えないけど、その配信を見てる人たち18万近く見てたわけじゃないですか。その人たちを大きく、なんか薄いベールでね、愛のベールで包んでくれたようなね、そんな感じがしましたね。で、ミュージックスペシャルとかね、ちょっとそんなのも振り返って聞いてたら、もう本当にすごい風さんの熱い思いがね、このライブにはあったんだなっていう、もうただのライブじゃない、ただのライブじゃないっていうか、ミュージシャンとしてのライブ以上のもの、なんかもうやっぱりみんなの、聞いてくれる、見てくれる人の心を解き放つ、なんかその窮屈な思いをね、解き放つ、楽に生きていいんやでっていうことをね、伝えるっていう、それがもうもしかしたら一番大きかったのかもとすら思いましたね。で、帰ろうの歌の後ですよね。あ、その前か。みんな深呼吸しようか。疲れてませんか。Aren't you tired? ってね。で、その後。この世には疲れることとか窮屈なこととかいっぱいあると思うけど、みんなちょっと休んでええんやでっていうことよ。一緒に昼寝しましょう、マジで。ってね。Close your eyes, feel the nature, connect with higher spirits. でっかいもんとつながるという時間をとってください。瞑想しようでください。って。このメッセージがね、もう本当にね、何回見てももう本当にもうなんというか鳥肌もので、
もう一番大事なことなんですよね。これ私たちが生きる上で本当にリラックスして安心するっていう、それがもう目的って言ってもいいぐらいだと私も思ってるんですよ。だからいろいろあるけど休んでええんやでって、こんなほっとする言葉あります？休んでええんやでってね。で一緒に昼寝しましょうって、本当にその昼寝して見せてくれてるっていうところとかね。そう、そしてでっかいもんとつながるという時間をとってください、瞑想しようてくださいって、英語ではハイアースピリッツってはっきり言ってましたけど、ハイアーセルフのことですね。うん、だから自分の中にもう一人の自分、本当の自分、内なる神とつながる時間を持ってって瞑想してくださいって、そういうつながりを感じることで本当の本来の自分を生きれるようになる。無理して我慢して誰かのために人の目気にして、そんな生き方じゃなくて本当に自分が生きたい生き方ができるようになる。それを風さん分かってるからね、こういうことをね常に常に言ってくれるんですよね、ライブのたびにね。うん、本当にこの言葉にもね改めてね、なんかもう胸打たれましたね。で本当になんかなんかねリベンジかのように、今度パナスタでね、パナソニックスタジアムで今度は有観客でやるじゃないですかね。日産スタジアム7万人若い人たちを入れるはずだった、無料で招待して、それができなかった、その悔しさあったと思いますよ、風さんもチーム風もね。それを1年後にね有観客でいよいよお客さんを入れて本当に開催するって、もう胸がいっぱい、本当にもうドラマよりドラマ、なんかもうできすぎ、もうね風さんの周りに起こることがねできすぎなぐらいできすぎなんですよ。本当に奇跡の数々とか、なんていうんですかね、もうドラマとか小説にしたら本当そんな話あるわけないでしょっていうことを本当に体現してるっていうね。いやー本当にねすごい人ですよ。うん、すごいチームですよ。そしてファンである私たちも本当に心の底からもうまた泣けてくるごめんなさいね、もうなんかね応援の気持ちがもう本当に純粋に 100% ピュアな応援の気持ちじゃないですか。でそれはきっと絶対届いてると思うんですよね。うん、もう絶対風さんもその応援は受け取ってくれていると信じてます。うん、本当にね大いなる愛でね、みんな聞いてる人を包んでくれて、見てる人本当に安心感をくれましたよね。ああいいんだこのままでっていう、ほっとできる安心感、リラックスしていいんだって、うん、そんな気持ちにさせてくれましたよね。うん、本当にドラマ以上にドラマでした。はい、という感動がもう今朝も見てまた感動してたんですけど、さて話はゴロンと変わるんですが、その夜中ね元気になって見てたら、その後なんか岩場の女っていうなんか妙なチャンネル見つけて、何これと思って、で最初スルーしたんだけど、なんか気になって見てみたら、なんとヒコロヒーさんじゃないですか。で MH さんとかノリンさんもねお知らせくれたんですけど、まあ、私もなんかヒコロヒーさんと思ってね、で夜中にね見たんですよね。うん、見たっていうか聞いたんですよ。もうご存知で見た方もいらっしゃると思うんですけど、聞いた方も、いや面白かった。なんかライブ行かれたじゃないですか、アロンアットホームツアーにね。あれはご招待だったんですね。なんかシソヌさんもご招待されたみたいでね。うん、なんか長谷川さん行くはずだったのに、ちょっとね流行り病のなんとかで行けなくなって、よろしく伝えてって言われて、で伝えたらなんかそっけなかったみたいな話とか面白かったけど、そう、それで
そう、藤井風テレビが大評判だって言ってましたね。もう音楽界もからも素晴らしかったって言われて、お笑いだけじゃなくて、あと報道界隈の方からも褒められたって、すごいですね。いや、あれはもう事件ですよ、藤井風テレビはね。うん、本当にまたやりましょうみたいな話もあるようなないような、だからこれ期待できそうですよね。うん、でとことん素晴らしいライブだったっていうこの表現、もうどんだけ素晴らしいかね、想像つきますけど、で途中藤井風くんが楽器に見えてきたって言ってましたからね。うん、もうなんかでも分かる気がします。もうあの風さんの体自体が楽器、もうピアノ弾き語りしてる時も一体になってて、ピアノか風さんか分からないぐらいな、もう一体ですよね。うん、本当不思議な感覚がいつもありますね。うん、で楽屋にね挨拶に伺ったら、なんか岩場で生まれ岩場で育ち、あれヒコロヒーさんが作ったんですかって風さんが聞いてきたって、藤井風が岩場の女歌ったってびっくりされてて、であんな曲作れてすごいって風さんが言ってたって言うんですよね。うん、でスタッフさんにね、また藤井風テレビやりましょうねって言われたって、だからやる気満々なんですね、風さんサイドね。これありますね、絶対ね。うん、いやー、でも風さんさすが抑えてますね、ヒコロヒーさん。そしてなんか風さんが歌ったらどんなだろうってぜひ歌ってほしいですね、今度の藤井風テレビね。きっとやってくれると思うんですけど、そこでぜひ歌ってほしいですよね、なんて思いました。いや本当面白かったですね。もし聞いてない方、ぜひぜひ聞いてみてください、ね、概要欄にこれも貼っときますね。はいはい。そしてチャムさんがね、死ぬのがいいわがね、1時間で2万回のペースで増えてるって、再生が1日に40万回50万回世界で聞かれてる。ちょっとすごくないですかこれ。24時間どこかの国で藤井風、いやーすごいことになっております、本当にね。えおとん様がね、これからは YouTube の時代って10年以上前に言ってた、本当にこの先見の明がすごいですよね。うん、本当すごい。もうなんか本当にもう世界で1位があちこちであるみたいで、もうえらいことですねこれは。もうマイケルのようになりますね、風さんね、間違いなくね。うん、ちょっと鳥肌ものです。うん、そう、それから風さんが食べてるおやつ、ベルギーのメーカージェネラスのマーティン・マーティン、いいのかなこういう発音で、オーガニッククッキーふふふん、市場で買えます、顔楽しい天国の市場でね買えるみたいですよ。うん、ありがとうございます。それからブンブンママさんがね、私はベジタリアンでもはないけど、最近見つけたビーガンウェイパーがお気に入りです。動物性原料、化学調味料不使用なので、牛肉など苦手な私は助かってますって。おー、ウェイパーって私20年以上前にね、友達から紹介されて使って、わーなんて美味しいのって思ったんだけど、そのうちね、なんか人工的な味がダメになっちゃって食べなくなってたんだけど、ビーガンウェイパーいいですね、ちょっとこれ探してみます。私もありがとうございます、素敵な情報。それからにじこさん、ワンちゃんと一緒のお写真、ヘアスタイル可愛かったですね、いつもあんな感じなんですか。私もきっと美人さんだと思ってますよ。間違いですそしていつもあんなじゃないです、髪ボッサボサです、今日もボッサボサ本当に皆さん、たくましい想像力怖いですはい、ありがとうございます。それからウィスカーパッドさんがね、なんかね面白いこと教えてくれたんですよ。スマホかタブレットの動画を見るときに、再生しているところに赤いラインが出ますよね、シークバーっていうらしいけど、あの上をタップしてちょっと動かすとグレーの波みたいなのがその上に現れるんです。その波の高いところが視聴者がよく見てる場面なんだそうです。例えばキラリの BTS だと、あと一つだけだぞのところが波が一番高くなっててみんなお好きねってなってますみんなの好きな場面を見るのが結構楽しいですっていうのをいただいたんですよね。で京香さんも、
試してみました。赤いラインをタップして出てくる赤いのを長押しすると再生回数が 薄いグレーの波みたいに表せるんですね。祭り BTS はオディールちゃんになりたいと思ったところで秋山配信では帰ろうの弾き語りが一番高かったです。こんな楽しみ方があるなんて知りませんでしたっていうことなんですけど、私出てこないんですよ。それがもう残念。なんでみんな出てきます？なんか出てくる方法あったら教えてください、ぜひ。はいはい、ということで、はい、お誕生日の方、またちょっとたくさん目にご紹介します。8月18日、ちょっと8月の方なんですけど、私忘れてたんでごめんなさいね。この方、ノリーさんかな。ちょっと待って、ちょっと失礼、ちょっと鼻水が、失礼しました。お孫ちゃんが18日生まれて、まつりちゃんと娘が名付けました。まあ、なんとまつりちゃん、にじこさんを聞きながら今ご飯食べてましたということでね。はい、まつりちゃん、なんて可愛らしいひらがなでまつりね。まさに今の今をときめくまつり、まつりちゃんじゃないですかね。ノリーさんのお孫ちゃん、まつりちゃん、お誕生日おめでとうございます。ようこそ地球へね。今の地球、このいろいろある地球に生まれてきた勇気ある魂ね、本当に強い魂ですから、何があっても生きていける子たちですからね。まつりちゃん、もうこれからの地球よろしくお願いしますはい、本当にのりさんとね、楽しいこれからの人生をね、もういろんなこと、何でもチャレンジして、もう楽しい素晴らしい人生を送ってくださいね。で、気が早いけど本当、ね、まつりちゃんのママもお疲れ様でしたね、頑張りましたね。はい、これから楽しいママライフね、目いっぱい楽しんでください。はい、まつりちゃんおめでとうございます。はい、それから、次9月3日ですね、ココアさんね。毎日 YouTube スタンド FM でにじこさんの声に癒されるのが日課になっています。 ありがとうございます。9月3日は私の誕生日です。去年は4日に風くんの日産スタジアムでのフリーライブ配信があり、勝手に誕生日プレゼントをもらったと浮かれていました。もう1年経つんですね。ね、いつもたくさんの愛を風くんからもらい、その愛を少しでも周りに分け与えたいと日々思っていますが、なかなか思うようにできなくもがきまくっています。でもこんな私でもいいんだとにじこさんがいつも教えてくれます。これからも風くんとにじこさんは私の人生の道しるべです。感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。で、まあまあ、そんな、ごめんなさいね、鼻水がはい、ありがとうございますね。ココアさんね、9月3日、もうなんかすごくなんか記念すべき誕生日って感じですよね。フリーライブの前日っていう、もうね、いやーね、本当にフリーライブから1年経ちましたね。なんかそこにね、自分の人生も重ね合わせてみたいな感じにできるのが素敵ですね。ココアさん、お誕生日おめでとうございますね。まあいろいろあるけど、もがくこともいっぱいあるけどね、でもね、もう今の自分をまずはね、丸をつけてあげてほしいです。何がどうでこうでああでじゃないんですよ。今いる、この今、たった今いる自分に丸ですよ。二重丸、花丸ね、つけてあげてくださいね。ああ、このままの自分でいいんだって思うとこからですね。本当にそうですから。はい、おめでとうございます。それから9月5日はくみすけさんの息子さん、ゆうとくんのお誕生日ですね。その前になんかすごいハッピーな夢を見たそうで
もう私が風さんのことを好きすぎて逮捕されるってどんな夢もう笑うわ本当ね。でしかも一番重い刑風さんは色気を出しすぎた罪で村から追放されましたあ、最後は私を守るように後ろからそっと寄り添ってくれるところで目が覚めました。もう面白すぎる久美助さん、朝から幸せです、よかったですね、はいはい。で、あの本題いきますよ。9月5日は息子ちゃんのゆうとくんの誕生日です。シングルで育て寂しい思いもさせましたが、たくさんの方に支えられながら立派に成長してくれました。現在は夢を叶えるため1年間オーストラリアに留学しています。おお、最初は寂しかったけど今は毎日思い切り風さんの音楽を満喫できて最高です。息子には半ば飽きられていますが、年末から始まるアリーナツアー一緒に行こうかなって言ってもらえてテンション上がっております。へえ、なんて素敵な息子さん。にじこさんお忙しいと思いますが、お祝いしていただけたらとっても嬉しいです。いつも癒しの配信ありがとうございます。風さん愛を共有できて、しかも日々にじこさんから気づきを感じ、前向きにハッピーに過ごせるようになりました。これからも毎日楽しみにしています。ありがとうございます。なんて素敵な息子ちゃん、一緒にアリーナツアー行こうかなってね。え、本当にね、頑張ってお一人で一生懸命息子さんを育ててきた、そのね、なんか恩恵っていうとおかしいけど、なんかね、プレゼントがやってきたみたいな感じですね。うん、みんなプラスもマイナスも平等にあると私は思ってるんで、辛いことばっかりの人とか楽しいことばっかりの人とかいないんですよね。いや、たまにいますけどまあたまにはいるんですけど、そう、うん、なのでね、これからはもう息子ちゃんとね、本当にハッピーハッピーな楽しい人生がいっぱい待ってるからね。久美助さんの息子さんのゆうとくん、お誕生日おめでとうございます。お母さん思いの優しい息子ちゃんですね。ね、オーストラリアでしっかりね、楽しんで学んで、そして日本でまたお母様と楽しい人生を送ってください。そしてね、アリーナツアー一緒に行けるといいですね。はい、おめでとうございます。はい、ということでね、久々に話して私も嬉しいです。話せて、もう本当に健康ってありがたい。もうなんかね、ベッド変えた晩からね、肩こりと頭痛なんですよ。ベッド合わないのかなこれ。私大体買い物ってほとんど失敗してる人なんで、もう本当にそうなんですよ。だからあらやっちゃったかなと思ってね、ちょっと今どうしようか考えてるとこなんですけど、まあでも本当にね、なんか頭痛とめまいと吐き気と、もうね、なんか目も開けられないし、耳もね、何も聞きたくない状態だったんですよね。無音の状態でとにかく丸2日間過ごしてたんで、なんかもうね、何とも言えなかったです。でもね、起こること全てに意味があると、これも意味がある、なぜ私にこういうことが起こったんだろうとか思いながらね、もうひたすら寝てましたけどね。はい、もうこうやって今話せることが幸せです、本当にね。そして聞いてくださる方がいることが幸せです。本当に皆さんありがとうございます。はい、ということで、はい、本当にありがとうございました。ではまた。